皆さんこんにちは。創作意欲チャンネル、動画をご視聴ありがとうございます。本日は、うぷ主が喉を痛めたため、私ゆっくりが代わってお送りします。さあ起きて、顔を洗おうと洗面台のお湯を出すと、あらららららら、なんということでしょう。蛇口から薄汚れたお湯が出てくるではありませんか。台所の水も同じです。すさまじく茶色く濁っています。真っ先に疑うのは配管の錆による濁りですが、我が家の配管はほぼ塩ビ管なので、その劣化による錆だとは考えられません。井戸から水を汲み上げるポンプは、最近新品に交換したばかり。ですから、この濁りは錆ではありません。その他考えられるのは、あと一つしかありません。画面中央の青いトタンが被せられているのが、我が家の井戸です。30年ほど前に掘られました。ここからポンプを使って、水を汲み上げています。檻からの雨で井戸の周囲に泥水が溜まっています。とはいえ、そんなに土砂降りというわけでもないので、泥水が直接井戸に流れ込んでいるわけではない様子。おそらく、井戸のコンクリートの劣化が進み、そこに生じたひびなどの隙間から、地下に染み込んだ雨水が、ついに井戸の中へ流れ込んだのではないでしょうか。ともかく、水の濁りが解消されないと、今後の生活に多大な不都合が生じます。というわけで、動画のご視聴ありがとうございました。うぷ主の喉の調子次第ですが、次回からは本人が進行いたします。